スーパードラマ TV 毎週火曜放送のマニフェスト、その主人公ミカエラ・ストーンの吹き替えを担当する三森すず子にスペシャルインタビュー。まずは海外ドラマ初主演について。以前その吹き替えの現場行った時にもうかなりてんてこまいで、もうすごい難しかったっていう感想だったので、それをこう主人公でいっぱい喋るだろうし、しかもシリーズなので長いし、私に務まるのかなっていう不安と、でも自分自身が海外ドラマ見るのすごく好きなので、なんかその世界の一員になれるんだと思うとすごく嬉しかったです。三森すず子演じるミカエラ・ストーンとはどんな人物なのか。仕事はね、警察官なので、いろいろ自分の使命があったり、あとはそのいろんな不思議な出来事に対して自分からこう立ち向かっていくっていう強さがあったりなんですけど、プライベートの方では飛行機乗っただけなのに到着したら時間が経っていて、結婚しようと思っていた恋人と自分の親友が結婚していたりだとか、なんかそういうなんか一人の女性としてのこう心の葛藤とかもあったりとかして、すごくそういうなんか強い女性なんだけどちょっとこう傷ついてる部分もあるみたいな、そういうなんか完全じゃないところがすごく彼女の魅力だなと思いました。そんなミカエラを演じるにあたり気をつけたところは、ミカエラ演じているメリッサさんもすごく声のトーンが低めで、しっかり地に足ついているような喋り方なので、監督からも指示があって、もっと低くもっと低くみたいな感じで、でも低くてもミカエラが喋っているように聞こえないとと思って、こう低いながらもナチュラルにっていうのを意識しながら演じたんですけど、すごく難しかったです。マニフェストは毎週火曜夜10時好評放送中。